おお、ツルツルだ。おお、すげえ。振り返るといい感じ。
じで、あとはもっとっと、自転車群とか、運転バイクみたいになったロードバイクってやつか。あのそういえばですね、先月12ヶ月点違う6ヶ月点検等がオイル交換した後は、以前言ってたあの異常音というか異音というのがなくなって。
もさ、やぶやぶ。小田原中に登り口、あ、A っていうのもあるんで。
俺だ、発見。これをひたすら上がるのか。あー、いっぱい積みました。いや、これでしょ。これでどんどん、登山口発見。よいしょ。
2階の地が今の向こうに出てきて、電車で車を止めて、後ろの方がいい。ではよろしくお願いします。おお、ここなんだな。で、それピッケルですね。ソフトとピッケルが合わさったの。おお。かっけえ。関節の時すぐにピッケル側でいいものなんて。おおほう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 。特殊なピッケルじゃないから。ああ。の近くまで引き下がんからね。それは太って、これが、あの、つま出た時の気休めに、つまよけ。おー、武器にもなる。つまはね、これ長い棒をね、嫌なのね。おー。長くて、ちょっと太めのやつね。はいはいはい。最近はね、ちょっと太めのやつから。それも兼ねて。なるほど。結構し生い茂ってますね。でも川はあまり見てないから。この川はね、要するに沢歩き専用の沢じゃないわけ。登山道がちょっと引いた川で。はい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 。川の装備は別にしなくていい。なんかそこがフェルトの靴だとか、うん、川の中かなぁ思っとったけど、本当に流れの中で歩くときは、はい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 。お、いきなり出てきた。滑る。おおおおおお。これは楽しいぞ。
うおー、ツルツルだ。おぉ、すげえ。お、振り返るといい感じの景色。大好きな洋服場です。洋服場？岩場？よっしょ。これまた面白いというか、流木がうまいこと。どうです？パラパパ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